ダンスとか歌を始めたのは、やっぱりクロノマとかをもっと頑張りたいとかももちろんあるよ、個人だけじゃなくて。なんだろう、クロノマってさ、まあ今日も出ましたら、アウトサイダーが。で、もうなんか、僕らただゲーム一緒にやりつつ、歌ってみてやりたいねっていう活動だったんよ、最初、クロノマって。だからすげえ、ゆったりやってこうぜみたいな。でも最近は、こう、まあ2人でゲームするのは相変わらず2人でよく話すんだけど、やっぱこうね、仕事も多くなってきて、ありがたいことに。だから仕事の話をする機会、正直クズハとね、前よりすげえ増えたし、でもまあ普通仲良くプライベートのことも話したりする中でやってて。でもさ、そう、ダンスの理由は何度か話したけど、僕さ、活動がもう3年目なんですよ。3年目。もうすぐ誕生日を迎えます。さすがにポテポテ歩いてるだけの振りじゃ、良くないのよ。見てもらえる、期待してもらえるのも大きくなってきて。僕も変わんなきゃ。もっとパフォーマンスできるようになんなきゃっていう意識もあるのよ、やっぱ絶対。まあ、それが可愛くてよかったっていうのは言ってもらえたけど、当時。でも、もうね、可愛いじゃ済まん。変な動きした時に。3年目になると。はずいわ。まあ、その、ダンスとか、歌とか、そういう向上心を大きく動かしてくれたのって、鏡さんの 3D とか、ふわくんの、なんだっけ、ミフ、あ、3周年フェスか。とかをさ、見ててさ、あれってもちろん、こう、リスナーさんも、うわ、すげえ、かっけえってなったと思うんだけど、やっぱ見てる側、演者、同じ演者としても、やっぱね、かっけえ、すげえってなるのよ。僕はこうはなれんなーって思ってたけど、そう思われる人にはなりたいなって思った。けど僕って別にそういう才能あるわけじゃねえからさ、頑張んないとなんねえのよ。努力しないとつかないのよ、そういう力って。きっと鏡さんも不惑も何かを努力してるんだなって思って。そういうね、心が動くものに触れるとやっぱね、気分がいいね。尊敬だわ、リスペクトというか。